こんにちは、西由里子です。鳴庭学問堂、なんか不思議な名前なんですけれども、これがなかなか私はお話を聞いたらすごくいい企画だなと思って今回参加を、させていただきました。何かになりたい、大体小さい時に思います。なりたい時にどうしたらな、どうやってだったらいいかわからない。で、あとは、例えばその方法があったとしてもなかなか一人ではできない。それとその指導者がなかなかいない、お話が聞けない。この3つを全部兼ね備えたのがここの鳴庭学問堂だと思います。キャリアのある経験者が、経験豊富な人たちがみんな来ていろんな話をしてくれます。で、お子さんたちにその話をしていただいて、お子さんたちの本当のやりたい才能を見出していく、育てていく。で、その中で仲間同士でもお話ができる、お母さんたちもコミュニケーションが取れる、なんかすごくいいじゃないかなって。これからの日本の教育にとってそれはすごく必要なことだと思います。私も子供がもう一回産めたら絶対ここに入れるぞ。西由里子でした。